竹雄と万太郎パートナーみたいな。そうですね、まあ、ヒロイン争いを今してるんですけども、そこで怒られちゃうから大丈夫ですよ。兄ちゃん、兄ちゃんファンに怒られちゃう。怒られない、怒られない、まあ、ヒロイン4人候補いますから。僕と竹雄と浜辺と佐久間、うん、今ここで争ってますから皆さん、はい、最後あの投票あるんで、よろしくお願いします、はい、ヒロイン投票、ヒロイン投票ツイッター等でやらせていただきますよろしくお願いします。でもここもうニコイチ、確かに確かに、その関係性っていうのはすごい僕らにも似てるなと思うんですけど、あ、でもやっぱリュウと僕の実際の仲の良さが絶対に出てると思います、それは間違いなく、うんうん、その距離感っていうのがなんかそれは唯一無二っつうか、竹雄もいいやつだよね、本当にね。そうだね、犠牲にして和歌を支えるっていう役なんで、うんうん、まあ普段の子孫とも結構似てる感じかなって思うんですけど、これもじゃ あのアンケート取るんでよろしくお願いしますツイッターの方で、はい、まあ多分これを見てくださってる時は3週、まあ、じゃあこれからっすよ、まあ、これからもうこっからガンガンもうエンジンかけまくりの、じゃあちょっとヒントどうなってくるんですか竹雄は。いやーこれはね、基本万太郎といて、まあ、ふざけてる感じに見えるんだけど、その中にも葛藤があるんですよね、竹雄に。そうですね、はい、そうですね、どういう風に葛藤していくのかをちょっと、やっぱ3週、4週、5週は、うん、あの僕だけじゃなくて結構みんこうあのストーリーがブワーってこう、まあ、展開していって、で5週の最後なんか、うん、まあ竹雄も、うん、やっぱやるときやる男みたいなところもなんかちょっと見えちゃったり見えなかったりするかもしれないし、そうですね、うん、水かぶるだけじゃないぞみたいなね。そうね、いろいろあるからね、うん、そういうところも楽しみにしていただけたらと思います。ということで、皆様見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。以上、万太郎が行くとっとく撮影現場レポートでした。バイバーイ。次はあなただ。誰だよ。